NHK、お母さんと一緒で、10代目歌のお兄さんを務めた歌手で俳優の、今井雄三さんが21日に、脳内出血のため亡くなった。43歳だった。同じ徳島出身のシンガーソングライター K が27日、自身のツイッターで明らかにしており、デイリースポーツの取材に対し、今井さんの関係者も事実を認めた。 21日に自宅で亡くなったという関係者によると今井さんは今月6日に徳島でクリスマスコンサートを行ったがその最中に意識を失って倒れ救急搬送されていたその後最後の投稿となった15日のブログでは目結膜が真っ赤になり免疫力が落ちているなど体調の異変を訴え 病院に行くことを記していた。K は27日、ご遺族に代わりまして、僕からご報告させていただくことを、お許しくださいとツイッターに記し、21日に、脳内出血で亡くなったこと、身内だけで葬儀が営まれたことなどを伝えた。そして、誰に対しても平等に、裏表のない人情に厚くまっすぐな方で、 人としても、アーティストとしても、心からリスペクトする、鏡のような存在でした。今でも、ケイ君。って電話がかかってきそうで、信じられないです。教えていただいた数々のことを胸に刻み、磨き、これからも頑張ります。ゆうぞう兄さん、ありがとうございました。心より、お悔やみ申し上げますと追悼した。 今井さんは8年3月まで5年間、歌のお姉さんの、ハイダ翔子と共に、子供たちに元気な歌声を届けた。